どうもしげるです今回は高い声の才能相手との比較基準、えー、ミックスボイスのやり方出し方は違うっていうことでお話を、ね、していこうと思います。えー、才能の有無 だったり才能のレベルによって、えー、ミックスボイスのやり方とか出し方っていうのは変わってきてしまうのでねそこについて、えー、ちょっと詳しくねお話ししていければと思いますでは行きましょうまず初めに僕の自己紹介をさせていただきます僕は高音発声の才能がなくて色々いろいろな人から教わったのですが結局高い声を手に入れることはできませんでした もちろんいろんなボイストレーナーにも習ったんですけれどもそれでも無理でした。でもそれで終わるのは悔しいので一生懸命いろいろ試行錯誤しながら頑張っていたら才能がなくても高音発声ができる方法というのを発見できたわけですね。つまりミックスボイスを習得したということになります。でも それに10年もかかってしまったので僕を知ってくださった皆さんにはそんな苦労をしてほしくないという思いから情報発信をしてみようかなと考えて動画投稿をやり始めましたちなみに今ではレッスンも受け付けていますしげルっていうのはこんな感じの人間です先日、えー、Twitter の DM でねこんなメッセージをいただきましたちょっと読んでみます友達とカラオケ行ったら 歌がまくててミックススボイスを使っていました。その人に声の出し方を聞いたら喉の後ろの筋肉を使っている感じがしたと言っていましたこれを聞いてしげるさんのノートに書かれたことと同じだということに気づきましたおそらくその人も最初はできなかったと思いますやっぱりできるようになった人は同じ道を通っている感じがしますできる人が口を揃えて言うのが自分の声を把握しながら練習しないとねと言うんですよ そのため、みんなやり方は違っても、同じ道を通ってきてはいるようです。っていう感じのね、メッセージをいただきました。これについてね、ちょっと僕が、えー、いろいろとね、動画を通してお答えしていこうと思います。で、このいただいたメッセージっていうのは、えー、もっと本当はね、熱いメッセージが、えー、書かれていたのですが、えー、それはね、ちょっと、 ショートカットさせていただいて今回のね、えー、才能の比較についてね分かりやすいところだけを抜粋させていただいております。うんえー、で変にね僕が文章に手を加えてるということもありませんので、えー、この文章を使って、えー、読み解いていくという感じなんですけれども、えー、まずじゃあここから見ていきましょうか。 友達とカラオケ行っったた。ら歌がまくててミックススボイスを使っていましたここの文章に関してはそのままで OK です。で、その次ですね。その人に声の出し方を聞いたら、喉の後ろの筋肉を使っている感じがしたと言っていました。ここの文章ですね。えー、これが、もしこの文章がね、えー、そのまま 友達がねえー、お友達が言った言葉などだとしたら、ここがかなり鍵になるんですけれども、えー、喉の喉の後ろの筋肉を使っている感じがした、この言葉はですね、実は、えー、才能を持っている人間の発言に非常に近いという感じなんですよね。 この発言というのはですね、一見めちゃくちゃ具体的に感じると思うんですけれども、えー、実はね、抽象的なんですよ、うんえー。僕がそうなのでよくわかるんですけれども、うんまあ、才能がないと、高い声を出す才能が本当にないけれども、出せるようになった僕が、えー、人に説明するときにはですね、あの喉の後ろの筋肉を使っている。 感じがするよの前に、そこを使うために、どこどこをこうやって動かすっていうのを、えー、先にねお伝えするんですよ。えー、例えば、えー、まあ、この、最初にねこの言葉を言うとするじゃないですか。うん、喉の後ろの筋肉を使ってるんだけど、えー、そこに力を入れるためには首の角度はこういう感じで姿勢はこういう感じで、足はねこれぐらい開いてなんちゃらかんちゃらで、えー、顔の筋肉はここを使ってで、えー 今こういう感じになってるんです、なってるんだけど、ここの筋肉、ねえー、を使うんじゃなくて、意識するのは、えー、ここだよとかっていうふうに全部ね、事細かに伝えていくんですね。まあ今お伝えした内容をね、全部本当の答えでね、お伝えしてしまうと、あの、レッスンしてくださってるね、あの生徒さんにちょっと申し訳ないので、そこまではお伝えできないんですけれども、えー、そういう感じに、うん、お伝えするという感じに。 なっております、うん、で先日、えー、僕が出した動画で生徒さん2人を1時間で、ね、あの初レッスンで1時間で、えー、ミックスボイスっていう言われる、ねえー、領域まで、えー、こうできるようにし,、えー、してみたよっていう動画出したんですけれどもそのときはです、ねえー、説明にめちゃくちゃ時間をかけてるんですよ。うん えー、僕との認識をこう限りなく近く、ね、合わせていくための説明に時間をかけているんですね。で1時間、えー、歌って歌いっぱなしでできるようになったとかじゃなくて、えー、主に説明だったっていうのが、えー、事実なんですね。えー、それを考えてね、えー、それを踏まえた上で考えてみると、まあ、このお友達っていうのはですねおそらくもともと才能が 可能性がね非常にに高いいいかなっていう,ふうに思いますで、えー、次の文章を見てみると、これを聞いてしげるさんのノートに書かれたことと同じだということに気づきましたっていうことなんですけれども、えー、ノートっていうものは何かというと、ですねあのー、まあ、サイトですよ。うんえー、教材を作って、えー、販売のできるサイトっていうのがあって、そこで僕がね教材作って出してみたんですね。うん、でそれを購入してくださってるんですけれども、まあ、980円だったかな。うん、でまあ これ宣伝じゃないですからね。そういうものがあるということだけお伝えさせていただいているだけなんですけれども、そこに書いた内容っていうのが結構深くて、その時、買ってくださったのがもう数ヶ月前なんですけれども、その時に気づかなかったことっていうのがね、今、自分がそのレベルに達して、ようやく気づいた。 っていうことなんですよ。これ、面白いですよね。同じ一言だったとしても、えー、自分がね、えー、そのレベルに達したときに、ようやく気づくっていうことがね、多々あるので、うん、あの皆さんもね、自分の周りで、えー、そういったもの、うん、前見たけど、なんかよくわかんなかったなっていうものがあったりとかね、したら、えー、また見てみてください。で、えー、ちなみに、このノート、えー、ってね、あのーま、この NOTE、 ノートで、えー、検索してもらえばねすぐ出るんですけれどもあの、そこに書いてある文章はですね、実は僕の無料メールマー,カー登録していただくと、えー、見れるようになっているんですね。うん、ただ、えー、有料で販売しているように、あのー 動画とかがね、ついているわけではないので、ちょっとね、あのー、文章だけで見るには難しい部分もあるかもしれないですけれども、まあ、どうせだったらね、あのー、どうせ、ただでね、見れるなら、えー、見るのもありかなというふうには思います。うん。で、えー、ちょっとじゃあ次行ってみましょうか。次はですね、ここの文章ですね。えー、おそらくその人も最初はできなかったと思いますっていう文章です。うん。で、えー、この、 おそらくその人も最初はできなかったと思いますっていう、えー、ことについては真実だと思います、うんえーまあ、この文章から読み解くとですね、えー、このメッセージをくださった方はそのお友達に、えー、最初からできたかどうかっていうところまでは確認していないっていうことだと思うんですよね、うんえー、ただあの本当に才能がある人間っていうのはですね、えー 出し方を聞いたときにですね、あのー、もうめちゃくちゃ抽象的に答えるんですよ。いや、そんなの最初からできたから分からないとか、例えばそういう発言だったりとか、いや、高い声出すために、なんかちょっと力入れれば出るでしょうとかね、そういうふうに発言してしまうんですよ。だから本当にできない人の気持ちがもう全く分からないみたいな、そういうレベルなんですよね。それに対して、このお友達がね、声の出し方のか 確認をしたときにはですね、あの喉の後ろの筋肉を使っている感じがしたっていうね、ちょっと、ちょっとね、えー、具体的な、えー、答えをね、うんえー、してくれたということですので、お、え、そ、ー、らく最初はできなかったっていうのはね、えー、それが正解だと思います。うんまあ、そ,それでも、えー、その答えっていうのは抽象的なので、えー、やはり才能がある側の人間になるかなっていうふうにね、えー、感じますね。 で、その次、やっぱりできるようになった人は同じ道を通っている感じがしますっていうところなんですけれども、ここはですね、あのー、その最後の方とね、ちょっとかぶるので、ここは今、あえてね、えー、一旦省かせていただきます。うん、で、えーまあ、できるようになった人っていうのはですね、あのー、同じ道を通っている。ここは確かにね、あのー、間違いではありません。うん、ね、えー、もっとね、詳しく。 後でねお伝えするので、えー、そこら辺はねちょっと、えー、待っててくださいではここの文章いきましょう、えー、できる人が口を揃えて言うのが自分の声を把握しながら練習しないとねと言うんですよここですねあのできる人っていうのはみんな、えー、これ言いますで合ってますこれはね自分の声を把握しながら練習しないとねっていうこれはねもう合ってます 言っっててるることあってるでも、あのちょっとね、認識が違います。できる人とできない人はね、この言葉の受け取り方を、えー、ちゃんとね、えー、そこ、意識してやっていきましょう。できる人っていうのは、えー、じゃ自分のね、声だったらこの人の曲歌えるよねとか、そんぐらいでね、えー、こうにあの考えてると、うん。で、僕らできない側の人間っていうのはもっと詳しくやっていかなきゃいけないと。えー、その その感じね、ちょっと抽象的じゃないですか、この人の曲が歌えるとかって、じゃあ、ハイ B が出るとかね、それってえめちゃくちゃ抽象的であって、僕らがやるべきことっていうのは、ハイ B だったら現時点では、i w e ェの50音全部やってみて、どれが出せるのか、そしてどれ全部出せるのだとしたら、どれが声がね、セリフが落ちてしまったりとかえっていうのが。 ああの全部一個ずつうんそういうのをね洗い出していくとそしてあの実際に歌ってみた時にはあのこの人の曲はいいんだけどこの人の曲だとやりにくいなっていう最高音同じなのになってじゃあなんでだろうって考えていくとあれテンポが 歌いやすい方はテンポがゆっくりで、歌いにくい方はテンポが速いぞとか、いろいろ分かってくることがあるんですよ。だから自分の声を把握するっていうのは、あの誰々の曲が歌えるよとか、そういうね、えー、抽象的なことではなくて、えー、テンポだったり、<coughs> あのまあ、言葉のつ、ね、ながり方によっても変わってくるし、うんえー、そういうの全部ですね、えー、把握しようねっていうのが、えー、才能を持ってない側、 の人間がやるべきことなんで、すよでそれをやるとですね、あのね、本当にね、才能がある人間より歌う,うまくなりますから、うん、あの、同じキーが出せるようになってくると、あの、もちろんね、才能がある側の人間の人にしかできないこともあるんですけれども、才能がないからこそ表現 ででできるるねねややり方っっていうのが、ね、やっぱあるんですよでそういうふうなのを、えー、手に入れて、勝ちたいと思,思いますよねだからその。もともと才能がある人にね、ねもうボコボコにやられるのもちょっと悔しいじゃないですか。だからそういうふうにやっていくとまあ勝ち目っていう、まあ、勝負ではないですけれども、あのー、自分がね強みを出していくことができますよっていうことでした。うん、まあえー なのので僕がお伝えするのは、自分の声を把握するっていうのはもうゆっくりでいいですからね、いきなり50音全部やるっていうこともないですし、うんまあ、いろんな曲を歌いながらやっていけばいいんですけれども、それぐらい細かくやっていくとかなり、ねえー、使えるよっていう感じでした。いろんなところで使えるし、強くなりますね。うん、精神的にも強くなるし、実際に歌のレベルとしてもとても高いレベルになってきます。 で、えー、最後にね、えー、ここの文章なんですけれども、一番下の文章ですね。そのため、えー、みんなやり方は違っても、同じ道を通ってきてはいるようです。っていうここですね。うん、さっきね、えー、お伝えした、えー、同じ道を通っている感じがしますっていうところと、ここね、似ているので、えー、ちょっとね、こっちに飛ばさせてもらったんですけれども、えー、ここ赤文字で書いてあるじゃないですか。同じ道を通ってきてはいるようです。ここね、気をつけてください。あの 多分このメッセージをくださった方っていうのはですねあのみんなやっぱできないところからできるようになってきたんだっていう風な考え方でこの言葉を、ね、僕に送ってくださったと思いますし多くの人が、ね、もう本当に非常に多くの人が、えー、同じ意見だと思うんですよ。やっぱあの人もできなかったんだ最初はじゃあ僕も頑張ったらできるかもしれないっていう風にに、ね、思っていると思うんですね。 それ、めちゃくちゃ危険なんですよ、うん。本当に危険なのでね、ちょっとそこどういうことかっていうのを、ね、えー、お伝えしていきます。そもそも僕らと、あ僕らっていうかねあの、才能がない人と、えー、才能のある人っていうのは、同じ道をね、通ってきているようで、えー、そうではないんですよ、うん。まあ、トーナメントとかね、そういうので見たら、才能がある人っていうのは、シード校みたいなもんなんですよ。 うんえー、いきなりもうそこまでねあの、戦わなくてもそこからスタートできる権利っていうのを持ってるんですね。うんえー、なので、えー、1回戦から頑張って頑張って勝ち上がっていくみたいなね、そういうタイプではないんですね。えーまあ、1回戦から勝ち上がっていくのが才能を持ってない人のタイプだとしたら、えー、才能を持ってる人はシード校だよっていうことです。で、えー、ボイトレとか、 まあ一般的なねボイトレとか、あと自己流でやっていてね、あのミックスボイスができるようになってしまった人っていうのは、えー、僕らとの努力量がねもう全く違いますで。全然違うと思ってください。あの筋肉に筋肉の動かし方に関してのあの認識の違いもめちゃくちゃありますし、あの ま、正直な話言っちゃうと、才能があると、えー、その動かし方に関しての、ま、考え方は甘いですね。かなり甘い感じです。甘いんだけれども、えー、そもそもできるものに関してあの考える必要ないんですよね。だから高いところで、じゃあこうやって歌った方がきっと伝わるだろうかなとか、そういう風な歌いまし、表現とかね、そっちの方に力をね、めちゃくちゃ入れていくことができるんですよ。うん で僕らの場合はそれもやらなければいけないんだけれども、えー、まずは出すことが大前提になってくるので、まあまあ、高い声が、ね、絶対必要かって言ったらそういうわけではないしそういう話も、ね、よくしてるんですけれども、まあ、出したいし歌いたいっていう気持ちはやっぱあるので、ね、それを歌うとなったらまず出すこと。 そのためには筋肉の動かし方っていうのはね、ちゃんと考えていく必要があるっていうことなんですよ。で、その時点でもうシード校と一般のね、高,あ、まあ、高校の話しちゃってますけれども、あのまあ、なんかの大会があったとしたらね、シード校と一般の高校の違いぐらいの差があるわけじゃないですか、そうすると、あの努力の量が変わってきているっていうのはね、伝わると思いますね。 で僕の動画を見てくださっている方っていうのは、才能がある人も、えー、見てくださるでしょうし、まあ、どちらかといったら才能を持っていない側の人が、ね、多いかなっていうふうに思うんですけれども、えーまあ、その皆さんに、ね、お伝えしたいことは、自分が、えー、どちら側であっても、ねあのー、幸せを、ね、感じることはできるよっていうことなんですよ。あのー、もちろん、才能がある人っていうのはですね、歌が上手くなれば、えー チヤホヤされますねこれはね、もう間違いないです。うん、なので、えーまあ、いろんなところを省いて、えー、歌の表現力っていうのにね、あのー、フォーカスしていくことができるっていうのはね、かなりの強みだし、うんえー、そこを磨いていけば、えー、当然ね、あのー、プロになるとかっていう道も出てくるわけですよ。まあ、そのためにはね、あのただ高い声が出るだけではね、プロにはなれないですし、うんまああのー、いろいろ語るい 方があるんでね音楽作るにも、えー、そういうのを学んでいかなきゃとかそういうのもあるしね、えー、ルックスだったりとかね声質だったりとかねいろんな要素があるので、うん、まあ絶対に、えー、こ,こうなるとかっていうねそういうのはないんですけれどもまあまあいろいろ勉強することはあるのでね、えー、一つ一つ自分がステップアップしていくごとに、あのー よあの何幸せを感じることはできると思うんですよ。で、えー、才能がない人に関してもですね、あの幸せを感じることはできるし、えー、実は才能がない人の方が幸せを、ね、感じることができる回数とか、その度合いっていうのは大きかったりします。うんえー、全然自分ができないところから、一、えー、個ずつ、 やっていいくわけじゃないですか、うん、だからもう慎重で言ったらね、1 6 0センチがねがん、頑張ったら 2m になったみたいな、ね、そういう感じなんですよ。まあ、ありえないですけどね、身長だったらありえないんですけれども、声の世界っていうのは、そういうことが起こりうるっていうことであり、あのまあ、そういうことが起こりうるっていうよりも、起こるんですよ、うんあのー。やり方さえしっかり学べばね。うんえー、なので、えー、そういうちょっとね、ゲームで言ったら、チート的なね、えー、扱い。 になるんで、すすけれどもそういうういいのがででできるっていう感じ一個ずつできるようになっていて幸せを感じますよね。で、さらに本当にできなかったところからちゃんとできるようになると、その今までたまっていたこう、うんっていうね、気持ち、うーんっていうイライラとかね、あの、なんでできないんだろうとかっていう悲しい気持ちとかね、そういうのが一気にこうね、 こう解放されるというか、うん、う本当に嬉しいんですよね。うん、も出た時きの、ね、嬉しさっていうのはものすごいですから、自分ができなかったことができるようになった時の嬉しさっていうのはね。うん、で、えー、それを感じることができるっていうことはですね、その先にまた才能を持ってる人がね、えー、やっていくべきこと、さっきお伝えしたじゃないですか、なんか曲がなんちゃらとかね。えー プロになるためにはなんちゃらとか、そういう話あったと思いますけれども、そういうこともね、一緒のところ、一緒のステージに立てるんですよ、結局のところ。なので、そういうふうにね、その先も味わうことができるっていうことを考えると、才能がなくてもね、めちゃくちゃメリットっていうのはあるんですよ、しっかりやることができればね。ただ、がむしゃらにやるだけでもダメだし、 長くやればできるようになるっていうものでもないです、こ,これはね、うん。だから本当にできる人にね、えー、学ぶべきだと思いますで。それは僕でなくても全然 OK ですし、自分の信頼の置ける人にね、学べばいいと思うんですけれども、まあ、重要なのは、本当に、えー、できるゆでき、本当に自分と同じレベルのね、あのスタート地点からすごくなった人っていう人に習うべきです。 うん、あの自分と同じぐらいっていうスタートラインがね、本当に一番おすすめなので、そこだけはね、もうとにかくね、間違えないようにしてみてくださいあ。最後にですね、こんなメッセージもいただいていたのでね、お答えしていきます。同じ方なんですけれどもね、もう一つ気づいたことは、私の声が小さくてへこみました。これもっとね、文章長かったんですけれども、ざっくり言うともうこんな感じです。あの声は大きく すすることができます大きくなるわけじゃなくて大きくすることができます。筋トレとか声出しとかで大きくなるわけではないです。うんえー、体の使い方で大きくすることができるようになります。まあ、限界値はありますけれどもね、だからもうそんなにへこむことはないです。えー、ちゃんとバンドでバンドで聞こえるってね結構、えー、しっかりした声の出し方なので、あのー、バンドでできるぐらいまでにはねなりますから、うん、全然大丈夫ですよ。であのーやっぱ やっぱ、プロっていうのはね、基本的に、あの、ボーカルが一応顔っていうのがね、分かっているので、えー、ある程度の発声ができるようになるんだったら、えー、もう問題ないと思っていてください。で、えー、この、えー、皆さんにね、お伝えしたいことが、えー、自分の才能の有無っていうのをね、確認するときに、字声と裏声ね、分けて考えた方がいいですよっていうこともお伝えしておきます。え字、ー、声の、 才能がある人が、裏声の才能もあるとは限らないですよ。えー、ハイ G まで地声がで出る人ね、地声のミックスボイスでガーッと上げてて、ハイ G とかハイ G 以上まで出る人なのにもかかわらず、えー、裏声はそれよりし低い声しか出せないっていうことがありうるんですよ、本当に。うん。なので、えー、自分の体ね、とにかくね、あの、 細かく細かく見ていきましょう。で声の、ね、出し方についても、本当に、ね、今の発声方法が、えー、自分の、えー、パフォーマンスを、ね、最高の状態で出せている状態なのかっていうのを、ね、改めて考えてみましょう。多分、えー、まだまだ、ねえー、隠された要素っていうのを、ね、引き出せていない状態だと思いますので、えー、もう前向きに、ね、やっていっていただければいいですよ、うん。大丈夫です。絶対できるようになりますからね。うん、ちゃんと えー、ちゃんとした人に習えばですよ、うんえー。そこだけはお伝えしておきます。はい。ということで、今回はこんな感じでいいでしょうかね。うんえー、とにかく希望を捨てずに、えー、前向きに行きましょうはい。というわけで、今回の動画が役に立ったなと感じてくださった方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。 また、メルマガやツイッターもやっていますので、もっと深く知りたいという方はそちらの登録もどうぞ。リンクは概要欄に記載してあります。そして、高い声を出せるようになりたい方向けのレッスンも受け付けていますので、ご興味があればぜひ。では、また他の動画でお会いしましょう。しげるでした。